皆さんこんにちは、レク専任講師の雲野です。さあいよいよ2019年、司法書士試験令和元年の司法書士試験まであと1ヶ月と迫ってまいりました。もう1ヶ月かよとね、もう非常に心配で心配でたまらない方、違います、まだ1ヶ月あるんです。この1ヶ月の間にどれだけ皆さんの実力が伸びるか、それをまさにですね、先輩合格者たちは、実際に成し遂げています。ですからこの1ヶ月、この期間の短さに絶望的になることなく、とにかく目の前にあることをこなしていってください。そしてですね、もうこの時期になってくると、最初に立てた直前期の勉強と今やりたいことというのが変わってくる時期だと思います。本当は、3回回した後4回目5回目と過去問を回そうなんていうふうにね考えていたのに、ここへ来ていやテキスト読みたくなってきた、いや3回過去問終わったから今までのファイナル答練や公開模試の問題に差し替えたくなってきた、そういった、欲というのが出てくると思います。どうぞ変えてください。もうこの時期の皆さんの状況は自分しか分かりません。ですから自分の内なる声に従って、こうやった方がいいかな、こうやりたいなというふうに感じたものをどんどん取り入れていく。ただそこで、2つだけ注意してほしい。これだけはやらなければ大丈夫ですよという、これだけはやっちゃダメですよですね。まず1つ目、1日1科目だけしか勉強しないというような極端な科目数を制限する勉強。そして2つ目、間違ったところだけしかやらないという勉強。この2つだけは絶対にやめてください。この2つさえ、取らなければ、あとは極端な話、自分の胸に手を当てて自分のやりたいことをどんどん取り入れていきましょう。そうやって皆さんあと1ヶ月後、絶対に今の自分とは違う自分になれます。最後の最後まで我々講師は皆さんのことを応援していますので、質問等をですね、可能な限りで皆さんに対応させていただきます。とにかく1ヶ月後、1ヶ月もっと勉強しておけばよかったと後悔することのないように走り切っていただきたいと思います。それでは、1ヶ月前の皆さんへの応援メッセージ、雲野からは以上です。